はい、ではマッタリ選手よろしくお願いします。お願いします。元気かつ？かなり元気、今調子いいからそうね、そうね。いや本当にカズ、まあ、2016年だよね、あれね、金沢で出会ってからもう5年経つってやばくない？2016か、あれ。うん、俺ら何歳だ？5年前だから25歳。うん、25歳めっちゃ若いねカズはキャリアは鳥取から始まったんだよね。そう、初 J2 参戦の年だね、それは。うん、カズって出身はどこだっけ？東京都の出身、世田谷区。東京か。カズの俺、小学生とか中学生ってどんな感じが聞いたことなかったけど、そういえばなんかどういう感じでプロまでなったの、その流れというか。俺、小学生は普通の小学校の、あの校庭でやるような少年団みたいなところに入ってて、うんうん、でお兄ちゃんとお姉ちゃんがバスケットボールやってて。何、お兄ちゃんとお姉ちゃんがバスケットボールやってて。ああ、バスケやってたんだ。そう、だからサッカーとバスケを俺2つ小学校の時にやってて。え、6年生まで？そう。え、マジで？え、その少年団はまず強かった？少年団はね、世田谷区でね、うん、3位とかでギリギリ都大会に出れるぐらい。なるほどね。え、そこの辺から、俺めっちゃカズにめっちゃ聞きたいことあるわ。え、その辺から結構もう何、サッカー上手い方だった？チームの中とかでも。いや、でも世田谷区に他に強いチームがあって、うん、本当ギリギリ世田谷区の選抜に選ばれるぐらいで、うん、全然そのズバ抜けてっていうのはないよ。ああ、じゃあ区選抜ぐらいってこと、レベル的には。そうそうそう、区の選抜。まあ、区の選抜、ね、うん、ああ、なるほどね。で、バスケもやってたんだ。そう、だから小学校の校庭と体育館で、うんうん、バスケとサッカーやってるから、うん、なんか4時から6時半ぐらいまでサッカーやって、うん、6時半から9時でバスケやってた。マジ？え、それ結構さ、なんかでかくない？いや、っていうのはさ、カズってなんかサッカーももちろん爆発的にうまいけどさ、そう、身体能力とかジャンプとかめっちゃすごいじゃん。そう、俺さ、バネあるって言われるんだけど、うん、あれじゃん。まあまあ、うん、ある。多分それバスケのおかげだと思う。なあ、なんか俺的に結構いろんな子育て論とかさ、なんかそういうの、ま、学んでると、結構小学6年生ぐらいまではあまりその特化させすぎない方がいいって話もあったりするんだよね。そのいろんなスポーツとかいろんな動きをさせた方がいいみたいな。サッカーって言っても結構固定された動きが多いでしょ。まあ、サッカー結構いろんな動きある方だけどね。バスケやってたってちょっと数の今のにつながってるかもしれないよね。いや、めちゃめちゃつながってると思うわ、それは。ねえ。本当に、うん。だってなんかジャンプとかするの、バスケとか レイアップっていう気合のなんかしようんで。そうそうそう。そっか。だから数なんか、金沢の時もなんかそういう遊びかなんかでバスケじゃないけど、なんか、なんていうの、ああいうの。なんかたまにあるじゃん、ウォーミングアップでさ、ちょっとリラックスしながらボールでこうゴール決めるみたいなのやった時、カズめちゃくちゃうまかった覚えがあるんだよね。覚えてない？それや、なんかたまにあるでしょ。じゃあ俺さ、金沢の時にさ、うん、金沢サムライズっていうさ、バスケのチームにさ、うん、イベントに行ってさ、フリースロー決めたの知らない？うん、あ、俺知らない、そんなイベントでした。そう、試合のそのイベントの次の日が金沢の公式戦で、うんうんうん、スタメンだったんだけど、その試合、うんうん、ちょっと本当にバスケのイベント行きたいですって志願してマジ？試合前日に？そうそう、全然知らねえ、その話。マジ？それぐらい好きだったの。うわ、そうなんだね、うん、なんかそう、今めっちゃ思い出した。なんか結構リラックスのウォーミングアップのなんかあるじゃん、なんていうの、ポートボールっていう気、ああいうの両サイドにこうやってなんかあるね、クリーマーみたいのいて、うん、渡してって、はい、ビゴールみたいな。カズめっちゃうまかった覚えあるの。俺ダメなんだよね、結構サッカー以外のそういう手使う系。なんかでもそうは見えないけどね、身体できそうでしょ。できそうだけど俺バスケとか全然得意じゃないと思うわ。あ、なるほど、まあちょっといいんだけど。それで中学校はどういったんだっけ？中学校はそのままにあの中学校の部活だから。部活だったんだ。そう、部活だった。それは強いチーム？その地域では。いやいや、もう都大会も行けないよ。マジで？そうなんだ。うん、え、で高校が？高校がその市立船橋高校の。ああ、いや、市立船橋か、うん。セレクションに行って、うん、受かって、
滑り込みで入ったみたいな感じかな。もう名門中の名門ではね、もう100人とかいる部員とか。いや、一学年15前後だから、俺の時は。あ、そんなもんなんだ。そうそう、だから40前後とかじゃない？やめていく人とかもいるから。ああ、そっかそっか。うん、それ同級生からプロになった人っている？その一部なんで。いや、同い年は、あの、数人、いたけども、うん、あの日本ではやってなかったり、そうなんだね、海外、うん、海外行っちゃったり。その時にさ、まあなんか同世代だったらたまに耳にしたかもしれない。例えば原口元気とか、元気とか同級生じゃん。なんか中学生の時にさ、うん、そういう日本代表みたいな意識したこととかあった？全くない。ああ、もうなんか無縁の世界って感じ、数からすると。無縁。もうあの多分プロサッカー選手になりたいとも思ってなかった。多分。あ、マジで？まだなりたいと思ってなかったの？いや、その、うん、その遠すぎて距離が、あ、だからどうやったらなれるかとかは考えてなかった、うん、あ、でも一応子供って別に距離遠くてもさ、別にプロサッカー選手になりたいっていう夢は掲げたりするじゃん。それも掲げてなかった？プロサッカー選手になりたいなみたいな。俺の時はちょうど日韓ワールドカップの時、小学校の時で、その時にベッカムがすげえ活躍してて、俺ベッカムになりたいって思ったのは覚えてる。カズっぽいわ、なんかその感じ。かっこいいみたいなところから入ったんでしょ、どうせ。あ、そんなぐらいの感じね。そうそうそう。またなんか全然他の選手とまた違う感じで、それででも一船ってなるとちょっと意識しない？やっぱり名門だから。そうだね。でも振り返ると一船でも漠然とそのプロになれるとか、うん、プロ俺絶対いけるわとか、プロになりたいって、うんうん、そこまで思ってなかったかもしれない。ああ、そうなんだ、うん、なんか本当距離感が分かんなかった。プロサッカー選手になれるっていうところの距離感が、だから、ね、実感が分かないっていうか、なんかもう全然違うね。もう高校でしょ、俺もうプロしか考えてなかったもんな。全然違うね。なんか一個上にさ、中村敦坂選手っていう、うん、あのスーパーな選手がいたんだけど、うま、ん、すぎて、うん、その人がプロになって、あ、俺この人がプロになる、うん、こういう選手じゃないとプロになれない、うん、無理だと思ったもん。当時どこポジション？サイドハーフとか。そうだね。でも自分たちの代ではトップ下とかやってた。うん、でも、高校の時に出てた時は、ね、右サイドハーフとか、うん、左サイドバック。ああ、なるほどね。うん、なるほど、なるほど。で、大学が東洋だっけ？そう、東洋、うん。東洋も強いよね。だけど、力入れ始めたばっかだったから、その時はまだ当時は関東2部だったね。で、1年、2年、3年、4年ってなって、鳥取行ったと思うんだけど、うん、なんかあれセレクションみたいなの受けたりしたの？で卒業する。あ、まあヒロはちょっと知ってるかもしれないけど、うん、まあ俺は若いうちに子供ができたってなって初めて、うん、もう本当にプロにならないとまずいっていう風になって、うん、いろんなチームに練習参加した、うん、ああ、なるほどね。逆、うん、あ、それなんか俺もどっかで聞いたかもしれないけど、それ逆の発想はなかったの？いや、もうプロじゃなくて普通に就職しなきゃみたいなのはなかったの？で、俺今、俺それ大学4年生になった、なってちょっとぐらいの時に妊娠が分かったんだけど、うんうん、今から就活無理と思った。あと、うん、さっきのそのプロを意識した時期っていうのが、うん、まあ大学2年生ぐらいの時に、うん、当時の大学4年生の人があの、うん、Jリーガーになって、同じ大学の。で、初めてそこでこう、プロ、うん、プロの距離感っていうのが分かって、あ、うん、俺もいけるわ。ここでいけるなら目指せるわみたいな感じで思ったのは、うん、めっちゃ鮮明に覚えてる。だから多分、スイッチそこだと思う、俺。大学2年生。二十歳くらいってことだよね。そう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 。じゃあそこからじゃあもう残りのラスト2年くらいはもうプロに行くってことしか考えてなかった？考えてなかったと思う。うん、大学生ってやっぱり大学4年くらいからやっぱりその就職するかサッカー続けるかみたいな判断するの？いや、でも、俺らの大学はちょっとそういう意味では、うん、今の大学生と比べたらちょっとその辺はなんか、うん、あんまなんかなかったなーなーだった気がする。俺だけかもしれないけど、あ、まあ、なんとなくプロになれたらいいなぐらいの感じで考えてて、
そうだね、大学生入った時はやっぱプロになりたいから大学入ったんだけど、まだやっぱその高校卒業の時もプロまでの距離感っていうのが分かんなかったから、でも自分の大学からプロサッカー選手が輩出されて、あ、この距離感でいけるんだってなった時に、あ、まだ努力すればいけるなっていうのは感じたのはめっちゃ覚えてる。なるほどね。で、大学4年で、まあ、そういう、あるき、そういうきっかけがあって、これはマジでプロにならなきゃ、俺、もうなんかこう、やばいっていうか、守れねえって感じ、今後。か、なれなかったことを考えてなかった気がする。なんか、いけんだろうって思ってた。俺ならいけるでしょみたいな感じで練習参加してたんだけど、でも、ずっと決まらなくて、本当だから2014年に鳥取1年目なんだけど、2014年の1月、だから年越してやっと決まったぐらいで、めっああ、ちゃギそうリなんギリだ。で入った。じゃあサッカーで言ったらもうちょっとで始動するって感じだよね、J リーグだったらね。ああ、それ鳥取行ったんだ。またもう全然今までとは違う、ね、関東周辺にいたと思うんだけど、全然違う地域に行って、もうそこからスタートして。どうだった？その当時鳥取 J3 1年目。J3 だよね。だから J3 が初めてこう J リーグで J3 っていうものができて、初年度で。あ、初年度だったんだ。でもなんかその J3 とかってよりも、もうとりあえず、まあ、いろんな面で、これちょっと上に行かないとマジでやばいっていう気持ちでしかなかったから、もうそこからもうなんか多分、背水の陣みたいな、常に。なるほどね、もう崖っぷちというか。もう、そう、上がるしかない、上に行くしかないみたいな。俺に残された道、俺と奥さん、生まれてきてくれた子供の残された道は、それマジで俺が上に行くしかないみたいな。それ以外もう、この過程は終わるって思ってたから。マジ、すごいね。ああ、そっか。もうそれしか考えてなかった。もう上に行くことしか。だってさ、金沢の時の俺見てたらそんな感じしなかった。そうだね。いや、でなんもそか、れも、数はでもやっぱり、ハングリーだよ。やっぱりずっと。もう、会った時からやっぱり、ああ、この選手、マジでハングリーだなっていうか、あ、俺にないものを持ちすぎって感じで思ってて。それって結構、ちっちゃい時から、今の性格だった？なんかハングリーで負けず嫌いでっていう感じのイメージがあるんだけど、俺数には。ちっちゃい時から本当そに小さい時から、もう本当それこそ小学校サッカー始めた当初から多分そうだったと思う。なるほどね。なんかそれ、親の影響ってある？なんか親になんかどんな感じで育てられたみたいな、なんかそういう印象に残ってる出来事みたいなってなんかある？なんかね、親に言われてすごい覚えてるのが、まあ身体能力もあって、そこそこその世田谷区っていうエリアでは、まあちょっと活躍できたんだけど、親にずっと言われたのが、うまいと上手は違うからねって言われて、で、お前はまだ上手って言われたのをすごい覚えてる、親に。なるほどだね。から、その上手はいっぱいいるよみたいな。ただ、こう上に行く選手は、うまくて上手みたいな感じだったの。なんか、なるほどね。そのちょっとした違いを言われて、なんだよ、それって感じだったけど、当時は。でもなんか今言われてみれば分かるなっていう感じもちょっとあるのよ。そうだね。なるほどね。上手な選手っていっぱいいるもんね。別に。でも本当、うまいとか、もう怖いみたいなね。なんかそういう選手ってがプロになっていくよね。あと、小学校の時の当時のコーチには、ずっと、和明満足するな、みたいな。絶対満足するなってずっと言われてた。なるほどね。そのね、二つはね、めっちゃ覚えてる。そっか。まあ、カズはちょっとほっといたら満足しそうな性格だもんな。本当にほそう。っといたら 自分がいいプレーしたら気持ちよくなって、気持ちよくなって。なるほどね。でもやっぱりそういう幼少期からそういういろんな、まあ、親であったり、まあ、コーチのそういう声かけとかで、まあ、結構数の、まあ、もっともっともって生まれた性格もあると思うんだけど、そういうコアなところが出来上がってきたっていう感じだよね、多分ね。なるほどね。そういうでも声かけを。一番はやっぱ本当に負けず嫌いだったね。試合負けて泣いてたりとかしたもん、めっちゃ。なんだ、試合中泣いてた。
試合中に、せめて終わってからにしてほしいんだけど。まあでも、数が、なんかすごい数がいいなって思うのは、そういうハングリーなところとか、負けず嫌いとか、まあ、アグレッシブとかあると思うんだけど、その自分の感情を表現できる人だよね、数ってね。なんかこう、楽しい、喜怒哀楽が超はっきりしてるっていうか、分かりやすいっていうところが、すごい可愛いところで、好きなところなんだけど、俺が。良くも悪くもなんだけど、ね、まあ良くも悪まあでもそれが数だよね本当に、まあ、素直に本当に自分の感情を表現できる選手だなって思うんだけど、まあ、そんな数がなんか今の話ちょっと重複するかもしれないけど、子供の時になんか意識してたことみたいななんかある？意識してたことはとにかくもう負けたくないっていう一心で、うん、でなんか常になんか一番じゃないと気が済まなかったんだよね俺、うんうんうん、だその走る練習とかその12分間走とかやったりするじゃん、うんうん、まあ、そういうのも一番じゃなきゃだし、うん、だから試合にも勝ちたいし一番点取るのは俺だって思ってたし、うん、だからもうとにかく多分一番になりたい一番になりたい一番になりたいっていう、うん、それだったね。リフティングの回数とかも、うん、あのそんなにやっても意味あるんかってぐらい、小学校5年生か6年生で3000回ぐらいやったのよ俺。お、俺と同じぐらいやってる。そう俺も3000回とか目指してやってたわ、もうひたすら。でも多分意味あったよね、あれね。今思えばね。うん、でもさっき言った通り、そのあのプロっていうものにすごい遠い距離を感じるっていうのもあったし、多分自分より上手い人っていうのもいっぱいいたと思うんだよね、そのチーム以外とかで、うん、東京とかだったらめちゃくちゃいたと思うんだけど、うん、それはなんかこう、あ、それ悔しいって気持ちあった？悔しい気持ちあったの。試合で負けて、それこそ、うん、その世田谷区にすごい東京の中でも強いチームが世田谷区にいて、うんうん、そこに世田谷区の大会で準決勝とかで絶対当たるんだけど、うんうんうん、だから負けて泣いて3位決定戦で、うん、ギリギリ勝ってと大会行ってリベンジするぞみたいなチームだったからさ、うん、もう本当、うん、で世田谷のトレセン入ってるって言ったじゃん、うん、その時はそういう人たちと一緒にサッカーやって、うんうん、あやっぱ上手いなっていう感じはあったね。なんかちょっと気まずかった、うん、俺より全然はるかに上手いから、うん、まあ数は無名っていうかそのね普通少年なんだもんね、その地域では。あんまり別に、そっか、まあやっぱり変わらないね、ちっちゃい時から大人になるまでの性格っていうのはある程度ね、多分俺本当変わってないと思う今も。うーん、まあ本当数の主観でいいんだけど、まあ、これ答えって一つじゃないと思うんだけど、うん、なんかまあプロサッカー選手になる、まあ、方法じゃないけど、なんかプロサッカー選手って数は夢を叶えたわけじゃん、数はサッカー選手になるっていう、しかもそれは小学校の時だったらすごくね遠い夢だったのかもしれないけど、実際手繰り寄せたわけだと思うんだけど、なんかプロサッカー選手になるためになんか必要なことは何ですかって言われたら何って答える？ああ必要なことか、うん、なるためにはみたいなことで言われると言われると、でもなんだろうな、自分を信じてやり続けるとかかな、うん、自信とか、うんうん、小学校の時の子供たちに向けてって考えたら、でもなんか難しい言葉では表せないけど、やっぱそのなんか一つこれだって思ったものをこうやり続けて、自分を信じてやり続けたりとか、やっぱそこに対して負けたくないとか意欲を持ってやること、やらされるんじゃなくて意欲を持ってやることっていうのが多分めちゃめちゃ大事なんじゃないかなっていうのは思う。なるほどね、まあ、やっぱり子供やっぱ数のそのハングリーさを見習ってほしいね、やっぱりね子供たちにはね。でも数も結構自信なんて、これ全然悪い意味じゃなくて、結構自信持つところしっかり、俺はこれは持ってる、うん、それも言えるじゃん数って。俺ね結構 ね、うん、ポジティブなこと結構言ったりするんだけど、うん、内心すっげえネガティブな人間なんだよね。だそれを隠すようにポジティブなこと言ったりするんだけど、うん、だからそういうのでなんか強気な発言が出てるのかも。そういう、うん、俺はここでいけるぜみたいなのは、うん、自分の弱みをこうグッてこらえるために言ってるかもしれない、うんうん、高ぶらせるためにというか、うん、俺はこれで勝負できるんだぞみたいな、うん、こう奮い立たせるというか、その自信を、うん、
自信なくなっちゃいそうになるんだけど、自信持ってやるために、うん、なんかこう、自分に言い聞かせるみたいなとこある。うん、なるほどね。あ、それはでもね、俺出会った時から思ってたのは、カズはなんかね、バネにできる男なんだよね。なんか俺だったら、例えばネガティブな時とか、例えば人に文句が言ってしまったりとかすると、ずっと気持ちそのまま、なんていう、引っかかったままプレイしちゃうっていうか、なんだ、なんなんだろうみたいな感じ。でもカズって、文句とか言ったり、なんであれとか言いつつ、それバネにしてむっちゃやるじゃん。それがすげえな。それ今も変わってない？いや、なんか自分ではあんま考えたことないわ、そういう。あ、本当？そうなの。それが結構、うん、なんかそう、バネにできる。だから例えば俺とかは、例えば試合に出れないとか、うまくいかないってなった時に、なんかやること変わんないっしょって思うタイプなの。感情の波をあまり立てないことが結構俺的のテーマだったりするんだよね。このあんまりこう、グンってなったり、グン、俺あんま変わんなくない。いつも言って、なんか結構そんなになんか、うん、それってでも、良くも悪くもで、例えば試合出れない時に、いつもと同じプレイしてるから頑張ってる感で出づらいというか、それが結構自分の課題だったんだけど、カズってめちゃくちゃ分かりやすいの。へこむときはバンってへこむけどこれえそんなギア上がんのみたいな、そっからみたいな、それがすげえなみたいな、なんか分かりやすいんだよカズも。そのなんか、いやめっちゃ気合入ってるとか、めっちゃやってんなっていうのがもう目に見えて分かるっていうのが、見てる人にとったらすごい評価しやすいっていうか、まあ、数入ったスイッチみたいなのが表現できるのがすごいっていうか。ちょっとわかるかも自分で。わかるし、やっぱ違うよ。数はやっぱり落ち込んでるときは数また落ち込んでるよ、ね、試合終わった後になんかまた文句言って思いつつ次の日めっちゃやってんのみたいな、えみたいな、そんな変われんのすげえみたいな、そういうなんか分かりやすいっていうか、数らしいね、やっぱそういうところなんで、本当にいいなと思うわ。なるほどね、分かった。まあそれ最後に、あとはじゃあ保護者さんに向けてかな、数もまあ親っていう立場で、今ねパパだとは思うんだけれども、まあ、親の気持ちってやっぱり親にならないと分かんなかったりするじゃん、やっぱり言っても、うん、なんかそのサッカー少年少女をね育てるなんか保護者さんに最後伝えたいことみたいなのなんかある？なんか自分がね、やっぱその父親になって、うん、その子供2人が男なんだけど、うん、なんかすごいサッカー選手になってほしいなって思ってるのね。うん、あ、カズは思ってるんだ。うん。へえ。で、なんかやっぱでも自分の経験してきたことだから、やっぱちょっと自分と照らし合わせちゃうこととかもあるんだけど、うん。それでなんか自分の子供に対して、まあ最初の頃はもっとああした方がいいよ、こうした方がいいよっていうのを言ってたんだけど、うんうん、もうなんか子供がさ、あーってなっちゃうの、あーって、うんうんうん、うるさいみたいな、もう、うん、もうやりたくないみたいな、もうそんな言ってもできないよみたいな、うんうん、なんかそれをなんかこうグッて乗り越えて、うん、こう俺やっぱ俺がやってきたようなことじゃないけど、こう歯を食いしばって、うんうん、その悔しさをこうパワーに変えて、なんか成長していける子になってほしいなっていうのは、うん、あの他の保護者の子供たちもそうなってほしいなっていうのはなんかある、うん、なんかその気持ちさえあれば、うん、なんかどういうサッカー以外のどんなことやっても、うん、なんかこうある程度こう頑張れる、上まで行ける気がするんだよねって俺はなんかすごい思ってさ、うんうんうん、でその上に行くまでの経験、家庭の中でさ、いろんなことを学んでね、うん、なんていうんだ、考え方が変わったりマインドが変わったりしていくんだけど、うん、なんかまずそのなんかこうハングリーさみたいなっていうのは、うんうん、なんかじゃあそれこそじゃあ小学校低学年のうちから、うん、なんかそれをじゃあ子供に求めすぎたら、ね、子供が嫌になってサッカーやめちゃうのかもしれないけど、うん、なんかそれをグッて乗り越えてこう早く縛って頑張れるような子供たちがなんかいっぱい増えたら、絶対なんか、うん、あの夢に近づくとかサッカー選手になることっていうのに近づく、うん、そんな気がするな俺は、うん、確かにね。なんか今ってちょっと綺麗すぎるかもしれないね、今の時代って、うん、なんかいろんなまあ、いろんな制限とかしがらみがある中で、うん、ハングリーさみたいなのがちょっと薄れてるかもしれないね、もしかするとね。うまい子もちろんいるんだけどさ、うんうん、やっぱうまい子がさ、例えば
親とかコーチとか監督とかにガンって強く言われた時に、うん、なんか今って結構なんか守られてるじゃん、暴力とかされたらすぐさ、うん、そうだね、あの、うん、コーチも言いづらかったりもするけどさ、うんうん、で守られてるからなんかこう、うん、うまいんだけどちょっとハングリーさに欠けるっていうかさ、なんかそういうのはなんかちょっとなんか今俺思ってて、うん、なんか最近入ってくる若手のプロ選手とかもなんかそういうのすごい感じててさ、うん、うまいんだけどなみたいな、うん、けどなんかこうギラギラしたこうハングリーさっていうか、うん、まあ、今 J2 でやってるけどさ、うん、そう、俺は絶対ここで終わんないんだっていうか結果残してもう一個上行くんだみたいな選手が、うん、もうちょっといないのかなっていうのはなんかもちろんいる子はいるんだけどさ、うん、いやそういうのってやっぱ小さい頃からの積み重ねなのかなとか、うん、結構なんかやっぱ自分の子供をどうやったらプロサッカー選手に なることができるかなって考えた時にはなんかやっぱそこが一番なんか子供自身が持ってほしいなっていうのは思うかな、うん、なんか、うん、なんか分かる話してる、ね、分かるよ、分かる分かる、なんかでもやっぱり自分の子供だったらこう力入るよねやっぱりね、うん、なんかこうただプレーのこととかあまりこうね言い過ぎて無くないのかなって思ったりするんだけど、多分答えって知ってるじゃん結構経験から、特にサッカーだったら俺ら専門家なわけだからこうした方がいいとか、うん、なんかあるじゃんやっぱり自分の理想像が、うん、でそれをやっぱりこう難しい距離感とかも結構難しいよねやっぱり多分子供とのね、うん、そう、でもその中でもやっぱり親が子供に伝えられることってめちゃくちゃあると思うし、やっぱりコーチとか監督より一番親がね一番身近な大人なわけだからね、うん、親と子供のコミュニケーションとか関係性でやっぱり子供のそのハングリーさであったりとか、まあ、成長具合っていうのはねおそらく変わってくるよね、うん、オッケーオッケー、そんなところだね。まあ そうだね。まあそういう環境をね、まあ、なんかみんなでね、作っていけたら面白いと思うし、なんかサッカーっていう力を使って、ね、子供たちであったり、保護者さんもね、なんかね、価値をね、与えられたら、それは嬉しいよね。まあまずは、数はプレーというか、ピッチの上でそれを表現してほしいと思います、うんうねうん。うん。頑張っていこう。うん。ありがとう。Okay. 頑張る。はい、したら、ありがとうね。はい。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。